せーの、はーい、アリムです。アリです。ということで今日は観光ガイドには載ってない台南グルメ。イエーイ。はい、やってきました。まあ僕ら普段台南に住んでて、たくさん台南グルメを紹介してほしいっていう声が多かったので、はい、撮ろうということでございます。俺らって台南グルメ紹介しやんやんか。なんか紹介したとしても初めて行く場所やったりとか、うん、ちょっと面白い場所やったりとかしかなかったから、うん、だから今日は俺らが行きつけの、めちゃくちゃ行きつけの、一番行きつけてるパイグーファンの店を紹介したいなと思います。そうです。で今回行く店はもう前回のなんか Vlog みたいの動画でもともと紹介したかったけど、その時休みだったよな。そうやね、定休日で、ね、行けなかったんで、うん、10月13日にね、台南で僕ら日台交流会を開催するので、まあその時にね、まあ日本の方が来てくれたら、まあその時にでもぜひともここに来てほしいなという場所でございます。はい、そうです。まあ、これを見てね、あの台南に来る際はぜひとも参考にしていただけたらなと思います。そうです。実はあのカメラ撮れてなくて2回目です。はい、頑張ったんだ。2回目です。全く同じようなセリフ2回言いました。頑張ったなということで、画面変わったら服変わってんねんけど、気にしないでください、はい、それでは画面変わったらご飯もついてると思うので、はい、行きましょう、はい、せーの、レッツゴー。書籍予約受付中。お店入ったら直接オーナーさんに注文してください。例えば私たち今回紹介したいのご飯は排骨ファンと言います。オーナーさんに我要一个排骨ファンと言ったら終わります。多分オーナーさんは外帯还是内用を聞かれるかもしれないから、その時内用と言ったら大丈夫です。いただきます。いただきます。やばくないですか。ここは本当にめちゃくちゃ好きな店。そうやな、早速食べましょう。いただきます。ちょっとあの横が大通りやからさ、結構車通りが多くてうるさいかもしれんけど。そう、いただきます。いただきます。うん、これやね。うん、これが見ない見せたい。これそう、それこの軟骨も食べれんねん。そうやね、硬くはない。めっちゃ柔らかいで、うん、こんなパイグーファンいいのかっていうレベルで、うん、なあ普通の肉やからさ、やっぱりちょっと硬い、わかる。でもここはめっちゃ柔らかくて、絶対のこの油と油ない場所ちょうどいい比率。あ、なるほどね。で、そうそうそう、なんか他と味違うくない？違う、黒くない、なんか醤油じゃないの感じ。ああ、そうやな。そう、醤油も使ってるけど、いつも違う。大体の日本人は好きやと思う。うん、うん、めっちゃ口に合うと思う、うん、これは本当に僕、ほんまに行きつけというか確かに、ね、うん、ほんま美味しい。でもバニー初めの頃さ、うん、頼んでなかったくない、パイグーファン。うん、頼んでなかった、no. なんていうというか、私さっきも言ったけど、私の頭イメージのパイグーファンはちょっと醤油で作ったから酸っぱい、うん、で硬いみたい、うん、油多いみたいな、そういうイメージしかないから注文しなかった。で、まあアリムは注文したけど、でパッて見て、お、あれ、そこ取っちゃうな、どうせ食べたら一緒やろと思ってそのまま終わりまして、で2回目来た時は結構お腹減ってるから、こんなん注文してみようか、食べてみたらもうやばい、なんやこれと思って。これな、他にない美味しさがあるし、うん、他のパイグーファンと全然違う、うん、マジで全然違う。そうそうそう、まあ、今日は紹介、みんなに紹介したいから他のも注文したけど、いつもはさ、このパイグーファン1個ずつで終わるか、うん、まあ、野菜頼むかどっちかで終わんねんけど、うん、そう、まあ、今日はね、あの皆さんに紹介するってことで4品頼みましたと。ゴミ収集車来てる、めっちゃ来てんな
この音はゴミ収集車。ほんまに台湾はね、こういう夕方の時間にゴミが来るんですよね、うん、そうそうそう、日本と違うね、朝じゃなくて。そうそうそう。でもっと日本と違うところは自分で投げに行くっていう、うんうんうん、指定の場所に撮りたいけど盗撮になっちゃう。みんな捨てるの勝手に。確かに。はい、ちょっと忘れてた忘れてた、必ず頼むものこれ、ね、シューパオって言って。そうそうそう、このね、日本で言ったらスポーツドリンクかな。そう、なんかね、俺も昔胃腸炎になった時にバリのお母さんにこれ箱買いされてあのもらったっていう思い出があんねんけど、なんかスポーツドリンクやね、これ。そうそうそう。これがあるのであんまお茶とか置いてなくて、うん、他は多分コーラとかコーラも置いてないか。まあ、一番これがいいと思う、うん、台湾っぽいというか。ほんまにいつもの流れはもうここでお昼ご飯食べてカフェで編集するっていう、うん、ほんまにいつもの流れ。そうそうそう、編集するときいつもここ来るってぐらい、うん、だからここ来たらワンチャンワンチャン会えますほんまにな、うん、こんないつもこんな格好ちゃうでほんまに普段のだらしない格好で。そう、あの来てますから。そうそう、これはみんなに紹介したいね、このキャベツ、はい、 これ、 うん、これは作り方結構取った、うん、だったいろんなな。そうそう、調味料びっくりした、調味料4つぐらい入れてた。そう、この香りがすごいね、このローザンの香り。この味は日本人食べたら薄っと思うね、絶対。けどこれはちょうどいい。なんでというか、このパイクファンは結構味があるから。あるからね。そう。じゃあ食べてみますか。うん。私、二口食べちゃった。食べたもん。知らん間に。まあいつもほんま頼んでるからね。そう。いただきます。中は多分一番上はちょっとなんか塩、あの白いの胡椒かけて、なんか食べたら胡椒の香り出るね。いや美味しいね。そう、これほんまにさ、冷蔵庫からサラダ取ってもう15秒ぐらいそのあったかいところに入れて、そうキャベツ、うん、ほんで出来上がって取って、うん、汁流してもういろんなのかけて終わりやったから、うん、なんでそんな15秒で柔らかくなれんの。ほんま15秒ぐらいやろ、うん、ここの店基本的にめっちゃ早い。早い、めっちゃ早いよ、ほんま早い。吉野より早いで、ほんまにマジで吉野より早いな確かにな。こんな感じです。ルーローファンのルーローも乗ってるのがね、またいいですよね。これはいつもローザオと言うね。ローザオ、うん、あ、いいな。台湾はローザオやな。台南、台南、うん、で、またこれが合うね。確かに。で、最後はこれ、チーユくん。という魚で作ったあのボール。すごい、これなんかドロドロ。初めて頼んだけどドロってしてるな。そうそうそう、グンやから、グンというこの漢字入ってるの、その食べ物、食べ物全部ドロドロ。ドロドロ。そうそうそう。え、どんな味なんやろ。このこのソースは分からんけど食べてみよう。はい。うん、うん。万能ソースや。万能ソース。台湾のは万能ソース。おー。沙茶醬。あ、沙茶醬。うん。いただきます。うまい。ねえ。なんかドロってしてるから、うん、そう抵抗はあるけど、うん、うまいな。うまいうまい。バイクワンみたいな感じで、うん、味がしっかりしてるから、うん、濃いめで。このお団子、うん、味つけてる。胡椒の味。あ、なるほどね、うん、いけるぞ、次から。うんまあ、俺らパイグーファンが一番ここ好きやねんけど、そう、他にもいろいろあるよな。そう、なんならここパイグーファンの店なんか分からんで。多分違う、あの看板は一応チーユ書いてんねん。あ、これが名物なの。あ、そうそう、名物というかメイン
まあでもバイクファンが一番値段的にも高いやんか。そう、これ75ぐらい、75円、うん、まあ、高い言うてもまあ300後半ぐらいやで、うん、ただこの店はすぐ甘いんだ、扇風機だけで、うん、こっからめっちゃ扇風機来てるの分かるやろ、うん、あと強いて言うなら来づらいっていうところがネックかなと思います。うん、やっぱ台南はなどこでも全部来づらいからさ、タクシーが一番早いんですよ、うん、タクシー400円ぐらいからなんで、まあ、そういうのでが一番やっぱ旅行で時間短縮になるし、うん、一番いいと思う。まあ、一応 Google マップもね概要欄貼ってるので、うん、もし気になった方はねぜひチェックしてみてください、はい、俺らマジ冗談抜きで週2、週3で来てるそんな店を紹介してますだって先車から降りておばあさんはこんにちは今日も2つねってそう言ったもん。まあ、店員さんもほんまに愛想よくて、うん、おじちゃんとおばちゃんがやってんねんけど、基本的におばちゃんが多いかな、うんうん、でやってて、まあ、顔だけはなちょっと写さんとってねみたいな感じだったんで、そうそうそう、まあ、モザイクかかってたり顔写してないんですけど、うん、本当にいい人ですよ、うん、ね、でこの間もなんかカレンダーみたいな連休のカレンダーがあってさ、うんうんうん、めっちゃめもう10日ぐらい休むよ、休むか、そうそうそう、どうしたんだろうって聞いたら、うん、旦那さんと一緒に韓国に行ってたって。そうなんや、ほんまに愛想のいい方ですね、うん、ついに紹介しちゃったな。もちろんなその紹介してみんな来てくれるのは嬉しいけど、パジャマで来られへんのね、これからあれすっぴんで来れへんよ。お前バニーいつもすっぴん、メガネマスクしてなんか帽子かぶってすごいかっこいいの、吸収者ぐらいで来るからバニー、まあ、もしそんなエビリンを見てもこれちゃんと声かけてくださいあのちゃんと声かけてください。そうですよ、急に DM 来て今日はもしかしてどこどこでおったんですかと思うじゃん最悪変な小腰じゃんかったかなって。もしかしたら見る側の人も、うん、ほんまに分からんかったのかもしれない。ねえ、そんな変装されたら僕らの元気の源のお店でございます。そうで、なんかいろんな日本人逆に来てほしい、来て、うん、コメント欄とかに教えてほしい、どうやったか実際。確かに、じゃない、ごちそうさまでした。はい、ということでここはねあのめっちゃくちゃうまい場所なので、もし台南に来る機会がありましたら、皆さん来てもらえたらなと思います。はい、ここね定休日日曜日ってこともあり、 もし日曜日に行きちゃった場合はそこに、あの向かい側にね幕があるから、もうそこでもう勘弁してください。幕で絶対ちゃう、はい、ほんでねあの編集してるからそこまで言わなくていいもう探しに行くだけやんまだお待ちしておりますってことでね、あのここはね気になったなと思った方はね、ぜひでもグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。せーの、元気バイバイ。バナナ。